お願いしますっていう感じで、私はアップアップガールズ過去2期のメンバーとして頑張っております。当たり前なんだけどね。ただいまアップアップガールズ過去2期は毎日小当番が今日は中川千尋だったということで配信しております。ラピクミンということで、ラピクミンということで、ただいまね、こちらのショップボタンですね、あのカートのマークを押していただけるとブルーレイの購入ができるので、ライブ見たいぞやって方はぜひそちらを押してもらえたら嬉しいなと思います。アップガ2期のライブ映像がこういう風にブルーレイ化してるものはこちらしかありませんので、そうなんです、ライブ映像がちゃんとなんて言うんですか、版になってるのはそうなんです、こちらのライブだけですので、よかったら見てほしいなと思います。見てね、他なんかちょっと YouTube とかで上がってるんですけど、形に残って、形っていうかその何ていうんですか、こういうふうに実在してるもの、健在してるものとしてはこちらのブルーレイだけですので、よかったら勝手にっていう感じで今日も進めていこうと思います。こんばんちゅうこちゃん、ヨロピクミン、ヨロピクミン、あ、ヨロピクミンの話したい。なんかピクミンがなんかスイッチの方で新しく出るらしいんですけど、まだ私はピクミン3も終わってないので買う権利すらありませんね。わっほー、わいわい、ヨロピクミン、そうなんです。なんか夏休み中ゲームやろうかなと思ったんだけど、なんかやんなかったですね、まだ終わってないけど。そう、もうなっちゃんが配信しててそこから中川さんだったんですけど、なんかお題が出てて、夏の思い出を800字以内でまとめてくださいって来たのでまとめました。まあ多分お話が達成すると思うんで、このショールーム内1時間45分ぐらいの間の中で発表するので、みんな見逃さずに見てねって感じですね。飛ばして買っても良いピンに落ちて、仕事は帰りの車の中、お疲れー、フルちゃん15歳なんだ私今。宿題偉い、ありがとう、千夏が家に招待してって、あ、ねえねえ、なんか聞いたよ、うちも見た、なんかお母さんがつけてて、あ、なんか千夏ちゃんがお家招待してって言ってるよって言われて、あ、そうなんだっていう感じですね。2枚分か、そうですね、一言一句、聞き逃さない、あ、ぜひぜひ。あ、でもね、私もう不正を働いてまして、まあ、1日で800字書くのはね、まあ、全然書けるんですけど、まあ普通作文ってなんか1週間ぐらい書けるじゃないですか。私は書けます、私は書ける人の人です。なんでもう早速、不正じゃないんですけど働いたので、まあ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 それをね、はい、できる場だと思います。いいでしょ、偉い偉い、本当偉いと思う。こんばんは、ロブロイちゃん、こんばんは。だってさ、なんかさ、あ、夏休み明けってよく作文書くよね、小学生中学校の時とかあるんですけど、その時は私はいつもなんかね、学年が上がるごとに枚数っていうか上限が増えてくのよ、いろいろで。なんかね、確か中3の時はなんか5枚ぐらい書けみたいな言われたの覚えてるの、 4.5 かな、 4.5 枚ぐらい書きなさいって言われてて、って思ったんだけど、ちゃんと構成も練って、なんか起承転結みたいなのもちゃんと書いてやってたんですけど、今日はちょっと1日しかなかったので、まあ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 、全然段落分けとかしてない、段落とか1、2段落、まさかの2段落しかないんですけど。せめて3段落あってくれって感じなんですけど、ちょっとね、もうね、作文というかね、なんかもう文字ですね。何言ってんだっていう感じで書いて、書きました、一応書きました、800、正確に言うと800文字じゃないけど埋めてきたんで、はい、点結、そうですね、点ですね、まだ点です、あ、転んでもないかもしれない、あ、起きてもないかも、起床起床ぐらいかもしれないですね。2段落だと文字数多いでしょう、そうですね、2枚目はもう段落がないので、あ、200文字ちゃんと、あ、最後2マス余ってるんで、200文字じゃないけど、そんな感じかな。1枚目はね、ちゃんと書こうっていう気持ちはあったんですけど、 なぜか2段落っていう感じですね。今来たばっかり、そう、あ、起きたばっかり、そう、起きたばっかりって感じ。まさかの全然話が展開しないっていう作文なんですけど、もはやなんか夏の思い出っていうテーマ関係ないんじゃないかっていうちょっと文で、どういうテンションで読めばいいかもちょっと分かんないので、写真を撮って、ちょっと字もね急いで書いたから、その下書きとかしないで書いちゃったから字がめちゃくちゃなんだけど、
読みたいよっていう方が多ければ、あの写真を撮ってツイッターもインスタにもどっちにも載せようかなと思ってるので、読みたいよっていう方が一人でもいれば載せます多分結構早口で声のトーンとかも一定で読んじゃう人だから、そう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 、絶対文字の方がいいと思うっていう感じですね。はい、ちょっと字汚いんですけど、はい、いつもちゃんとやってます。寺町ちゃん読みたいのです。あ、わかりました。じゃあ載せますね、ちゃんと。あ、本当に汚い私って思ったけど、まあそこはしょうがない。一日しかないからっていう。原本くださ、あ、全然いいよ。めっちゃ霜ついてるけど、ちょっと私手汗ひどいから。え、これは本当手汗ひどい人あるあるなんだけど、原稿用紙ってさ、いつもの紙よりペラペラなのよ。わかるかな。普通の紙より、さ、印刷用紙よりもペラペラだから、すぐに汗にじんじゃうの。だからね、できるだけこの紙に触れないようにしなきゃっていう緊張感のもと書いたからなるほどじゃん、そう、よろしく。私書いてると紙がしっとりしちゃう。そう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 、わかる。これ、これあるあるなんだ。私一番好きなのホワイトボード、ホワイトボードめっちゃ好き。え、黒板ってさ、みんな知ってるかな、水雑巾で黒板拭くとさ、あと残っちゃうのよ、水の跡が残るの。だから手汗も残るわけよ。私一回やったことあるの、なんか学校の時に一回手でパッてなんか間違えて触っちゃったら、なんか私の手がついちゃって、やめてよみんなって思ったことがあったから、ホワイトボードはマジで便利だと思う。え、ホワイトボードって最悪これじゃなくてもティッシュでも使えるから、なんて素晴らしいなものなんでしょうって思ってる。いつもなんか、そう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 、本当に原稿、あ、そう、本当に原稿、あ、そう、本当に原稿、原稿用紙あるかな、なかったら100均でも行こうかしらって思ったけど、全然家にいっぱいあったので余裕でしたっていう感じでしたね。ホワイトボードいいね、ホワイトボードさん有能でした。別にてか私は必ず、え、もう先読んだ方がいいのかな、どう思いますか、どう思いますか、どう思いますか、先読んだ方がいいと思いますか、後で、ちょっとごめんね、あ、あと5分待ってほしい。はい、わかりました。じゃあ、あと5分後に読みたいと思う。5分後に読むから。あ、じゃあその前にちょっとツイッターでシェアしてくるわ。なんで黒歴史作文ですってちょっと言ってくるわ。黒歴史とかないんですけどね。っていうのは、このショールームを見てる人だけがわかるってことで。な、予感がします。予感が、します。遊びに来てね、遊びに来てね、来てね、こんばんは。暗黒作文、なんかそれ暗黒面に落ちた人みたいになっちゃってるタイムキーパーがある、あ、タイムキーパーぜひお願いします。心もホワイト、あ、もちろんそうそうそう、あと5分後になったのでよろしくお願いします。ポエマーな中古でも作文になると黒歴史になるのか、え、なんだろうね、え、なんだろう、え、私昼間のテンションと夜のテンション違うから、基本的になんか夜にやったことを朝見るとえってなっちゃう人だから、まあ基本的に全部同じ人がやってるから当たり前だけど同じ人がやってるので、そんなにね、あんまりね、そんな傷つくこととかないんですけど、基本的に心が無なんで、はい、特に傷つかないんですけど、まあちょっと今回のこの作文はちょっと変な予感がするんですよねっていう感じでやっていこうと思います。ゆるち以降は闇、そう、まだね、私9時以降にね、こういう風に皆さんとあんまりやったことがないので、9時以降のちいこちゃんはどんなちいこちゃんなのかっていうのを楽しみにしてみてほしいね。夜は心ないちいこちゃんかわいいね。昼間は割と心ある、あ、佐藤ちゃんからお祭り行ってきた、お祭りありがとう。昼と夜だとどっちが心あるの、これは日によって違いますけど、大体昼の方がありますね。夜に手紙書くと重くなりがち、でもこれ私ね、めっちゃ2時ぐらいに書いたの、2時ぐらいに書いたの、そう思って、なんか昨日の夜にそのお題発表されて、あ、やばい書かなきゃって思ったの。私夜しか思いつかない人だから、やばいやばい今日のうちに書かなきゃって思ったんだけど、なんか他にもやることがあって、その上になんか必ずその日に提出、その次の日の朝に提出しないといけないっていうものがあったから、それをやってたら作文書くの忘れてて、あ、やば今昼間じゃんと思って、今日のお昼に書きましたっていう感じですね。あら、お疲れ様。そういう感じですね。深夜のちいこちゃんまであと2年か、待ち遠しい、やばいよ絶対、なんかもう顔まで暗くなってると思う、多分怖いねちいこちゃんってっていうイメージがつかないように頑張りたいと思います。すごい、しんいちちゃんからめっちゃハートきてる。僕はハート、だるまが100個きた、だるまだるま似てないだるま
ナマステちゃんからお疲れって、あ、お疲れ様です、お疲れ様です。そうそう、深夜子の誰だよって感じだけど、そういう感じで、いつも楽しく過ごさせていただいてます。ブログもね、だからめっちゃ夜遅くに上がってね、もっと早くしなさいって言われるんですけど、あ、すいませんっていうのがいつもの流れです。いいでしょう、いいのか分かんないけど、今日も頑張りますねっていう感じで、私はせっかく作文を書いたんですけど、じゃあ先にちょっと不正を発表したいと思いますね。あ、なんか音符のマークが来た、しんちちゃんから、ありがとうしんちちゃん。音符、あんた誰も似てたわ、誰だよ誰だよ。不正とな、そう、ちょっとね、不正発表会したいと思います。なんだろう、やっぱね、そうなんですよ、私は800文字、私のこれは中川さんあるあるなんだけど、小学生の時にね、毎日小学2、3年、4年生ぐらいまで、その5年生ぐらいまで出てたんでしょうね、多分1年生から5年生まで間に、作文の宿題がね、毎週末出てたんですよ、確か金土日、土日で書くようにね、ま、確か出てて、でその時は割と作文の才能開花してたんですけど、だんだんその毎週作文を書かないといけないっていうのが、ちょっとなんか嫌になっちゃうなみたいな感じで、だんだん私は不正を働くようになるんですよ。で、それが、題名と名前だけで4行使う。あれじゃない？私だけかな？書かないといけないので、書く作文は楽しくないもん。そう、わかるかな？この気持ち。それめっちゃわかる。わかる？これわかるかな？別に不正じゃないんだよ。正確に言うと不正じゃないの。これ？不正じゃないの。本当は不正じゃないんだけど、でもなんかちゃんとした原稿用紙の使い方ですって言えば、はい、そうですねっていうのはありえるんですけど、ちょっとね、今日だけはちょっとね、なんかそういう気分だったんですよね、きっと。ちょっと5年3年ぐらい前の中川さんの心が戻ってきちゃったんでしょうかね。ちょっとね、最初のタイトルと名前だけに4行使うっていうね、こちらの不正をちょっと働いてしまいました、すいません。ファイトってベムちゃんから来た、ありがとう。単語ごとに開業して枚数稼いだら怒られたことある、うちも。あるあるだよね、多分これ、みんなあるのかな。あるって来た、わかるよって来てる、わかるよね。そこは2行やる、違うの、不正だから4行使いたいの。私ね、5行使うやり方知ってるんだよ。なんかね、5行のやり方は思いついちゃったの、なんか先生に別に怒られなかったんだけど、先生も絶対なんか、はい、またやってるねぐらいだと思ってるんだけど、最初の1行は何も書かないので、2行目にタイトル書きます。で3行目開けて4行目に名前を書きます。で5行目も開けて6行目からスタート。だるまに似てるって噂、それはそうだけど。なるほど、どう、いいよね、不正にもいろいろやり方が、そう、いろいろやり方があるの、やっぱね、どんどんね改善して、もっとより良いものにするためにね、あるよ。あ、時間ですよって来た、あ、すいません、時間ですね、許します、ありがとうございます、みんな許して、本当に。チーコじゃなくてチートだなって来てて、チートです、チートです。こんばんチーコちゃんってゆうくんから来た、ゆうくんありがとう。あ、今からちょうど作文発表するところなんで、ちょうどよかったと思いますね。おめでとう。むしろ1枚目タイトルだけでもいいよね、本みたいに。あ、それありだね、おい、それすればよかったわ。はあ、さ、1枚目ってかさ、もうここね、半分ね、ここの、ここでね、確かに名前です。お、それやればよかったわ。でさ、もう次はさ、あれで挿絵だよね、次挿絵ね、挿絵たちで、4枚目は登場人物の特徴ですね。これで800字終わるじゃん、今日。もう何の思いつかったんかったんだ、私は。間に合ってよかった、間に合ってよかった、こんばんは、こんばんは。それは編集。これちょっと違う、これはちょっと違うんですかね。まあでもありだと思いますよ。ベムちゃんからタコ来て、ありがとう。さすがチート先生、さすがです、ありがとうございます。ちょっといろいろ思いついちゃうんですよ ね、 ちょっとね、心の悪がね、うずいちゃうっていう感じです。ありだよね、全然いいと思う、全然いいと思う。中川チートって、チートちゃん、ごめん、チートちゃんになっちゃうの、チートちゃんです。すごいすごい、原稿用紙3枚って指定だし。
ドキドキセーフ大丈夫、ちゃんと帰ってきたから。ということで、ちょっとチートを使いましたが、まあ、言うて4行だから。めめちゃん、たこちゃん、ありがとう。ということで、ちょっとどういうテンションで読めばいいかわかんないけど、あ、OKOKOK ということで読みたいと思います。ちなみに私はそもそも書きませんでした。黒猫ちゃんありがとう。全然何でもいいよ。ダースチークの始まり、やめてよ、もうみんな暗黒面に落とし入れないで。私はね、れっきとしたちゃんとね反乱者たちなので頑張りたいと思います。読みたいと思います。めっちゃ恥ずかしいんだけど、いいよね。夏の思い出、中川千尋。おおって感じで。夏の暑くて心も体も溶けそうになるところは好き。夏に起きた大抵のことは水に流してしまいたい。夏という一つの衝動に駆られてしまうからかな。それは怖くて夜に出てくる象みたいなものなのかな。もっとキラキラ輝いていて私には直視できないものなのかも。夏というのはそれだけの力が人の心奥底から生まれてくる季節だと私は感じた。ピュアな心をくすぐる出来事など感じる暇もなく、私を置いて夏という季節は過ぎ去ってしまう。初期の頃考えていたことと今は違う。否定もせず肯定し続ける私が引き起こしたことなのだろうか。外に出て大きく深呼吸をする。覚えていたことはただ青かった。それだけは鮮明に脳裏にこびりついている。青と白色が混ざった時、私は仲間といることに気がついた。君じゃないと言われた時から少しずつ気づいていたけど、今回の気づきはいつもとは違かったみたいだ。これはさっきツイッターで何か言った気がする。私にとっては眩しすぎた。目を大きく開いても立っていられなかった。求められれば求められるほど気持ちが重なる。良いか悪いかは悪いかなんてそんなこと今読んでいる君が決めていいよ。15歳の私には遅かった気がする。これも基準は君だからそこは任せるよ。夏のせいにしとけばいいのかも。夏は待ってもくれないからまた来てくれるよきっと。来年もねまた来ます。かすかな記憶をたどって夏にはこんなことがあったのかななんて思えれば、私は君のための夏だったんだなって思える気がします。一人だけの思い出じゃなくて、君とそしてその隣の君がいてこその夏、そう思いたいって15歳の夏は感じました。夏の終わりを考えるときは新しい始まりについて考えてみてね。では16歳の夏会いましょう。バイバーイっていう感じですね。本当に私が書きましたよ。めめちゃんからハートが来た、ありがとう。お疲れって外さんから来た、ありがとう外さん。じいじちゃんから小判が届いた、ありがとう。ちょっとあまりにも片言すぎたのでちょっとちゃんと解説しながらやりますね。具体的夏の思い出はないのね。まだ夏終わってないから。あ、でもちゃんとね、今日あの夏の思い出はちゃんとメモで書いてきたから、そこも話そうと思うよ。そう思ったの、自分でも。ちょっと自分でもなんかちょっと夏の思い出って書いた割には夏の思い出一つも話してないじゃん。あ、ちょっと言ったか。ここですね、最後のところ。かすかな記憶だと夏にはこんなことかなと思ってもらえれば、私は君のための夏だったんだなって思える気がします。これが私の15歳の夏の感想です。って感じかな。月さんから撮っといてきた、ありがとう。これ絶対、ちょっと本当に写真撮って SNS にあります。ちょっとね、文字見ないと分かんないかもしれない、ちょっと文がダラダラすぎて。っていう感じ。ちょっと解説しますね。解説あり、そう、解説ないと絶対分かんない、絶対分かんないっていうか、なんかいろんな捉え方できるから、あ、全然それでいいんですけどっていう。すみちゃんからバラ来た、ありがとう。みなこんちゃんからかっこいい、ありがとう、かっこよかった。ただ青かったって2枚目かな。あ、そう、ただ青かった。あとあれですね、さっき
あの子から、宮地ちゃんからひまわり来た。ひまわり、今日ひまわりっぽいよね。そう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 、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ。青と白が混ざり合ってっていう表現が素敵だと思いました。ありがとう。そう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 、ここはあれですね、外に出て大きく深呼吸をする。覚えていたことはただ青かった。ここだね、ただ青かった、それだけは鮮明に脳裏にこびりついている。青と白色が混ざった時、私は仲間といることに気がついた。サイフォンさんからひまわり来た。ありがとうサイフォンちゃんって感じ。ここかな多分。青と白色が混ざった時、私は仲間といることに気がついた。なあかまなあかまなあかまががわちひろです。これは解説としてはですね、青っていうのは青春って意味の青で、白っていうのはアプガニキのグループカラーが白なので、なんかアプガニキってさ、5人の時は確かあんま青春って言ってなかったんですけど、7人になってから全部青春って曲を出してから、青春をテーマにしてきたので、それの後にリリースしたのでとか書くのはちょっと長いな、ちょっと800字じゃ収まんないなと思ったので、青と白色が混ざった時、仲間と一緒にいる、仲間といることに気がついたって書きました。うんって書きました。確かに、あー確かに具体的な描写じゃないけど、信憑風景として、一大秀逸逸な表現だと感じました。待って、全然感じない、ちょっと調べるわ。ダーワちゃんありがとう。あのね、具体的な描写は何も書いてない。信憑性ね、信憑ね。あ、そう、自分的にはちょっと信憑をうまく書けるだろうなと思ったんだけど、ちょっと難しかった。ヨネさんとベムちゃんからひまわりが来て、ありがとう。確かにって思いました。私も確かに全部青春からだね。ね、だよねっていうのを私はね、なんか考えたんですよ、いつか忘れたけど。合ってます。あ、ありがとうございます。で、やりました。わかりにくい単語使ってごめんね。中川もすごい片言な日本語喋ってごめんねって感じ。ごめんね、大丈夫っていうことで、私ね、一つね、使ってみたい言葉があったからね、入れてみたの、この言葉を。ちょっとね、意味はすごい暗い意味なんだけど、この間ね、芥川龍之介さんの羅生門を読んだの。みんな絶対読んでると思うんだけど、読んだ時に出てきた言葉、この言葉をね、ちょっと絶対作文に入れたいと思って入れてみました。気づいたかな、羅生門。あ、めっちゃ反転してるわ、ゾウって感じだと思います。これかな。会議かけ、夏という一つの衝動に駆られてしまう、それは怖くて夜に出てくるゾウみたいな。ゾウなんかボーボーってなっちゃうんだけど、あっちが言うとボーボーって言いたくなっちゃうんだよね、ちょっとっていうゾウみたいなものなのかな。もっとキラキラ輝いって感じですね、って感じでやりました。ちょっとボーボーってなっちゃうんだけど、そう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 、いつもボー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 じゃないんだけどね、そう、母音が似てるからベムちゃんから乾いてきた、ありがとう。そう、だからさ、ちょっと母音ゾウだかオウオウでしょ、だからウォウウォウだろなんかそう今ウォウウォウって言ってるじゃん、なんかそうウォウウォウちょっと入れましたねウォーウォーも入れれば完璧だったのかな、確かに僕も今度コールにゾウウォーって入れたくなった。入れてください。千尋さんこんばんは、ストレート似合ってます、めちゃくちゃ可愛いです。ユウさんありがとう、ストレートな人ですなんか俺ちょっと突然の BLT、 やっぱ BLT も夏の思い出じゃんっていう風に全部出た。イエンジがただいま、おかえりフルちゃんっていう感じですね。ゾウウォー、ゾウウォー、でもゾウウォーって意味めっちゃあれだよ、めっちゃ暗いの意味が。あ、でも私羅生門以外で聞いたことないもん本当に、だからねちょっと日常では使えるか分かんないんですけどねゾウなんて単語今まで使ったことないわ。うちもね、このね、羅生門を読んでその言葉調べてわーってなったから、絶対使う機会ないと思う。うちもなんか無理やりねじ込んだみたいなところあるから。ゆうさんから、千尋さん私服姿似合っています、ありがとう、めちゃくちゃ可愛いです、ありがとう。私服派手なんですよ私、今日は黄色かな、うわ
みたいなそういう感じですということで夏の思い出を読みました。なんか具体的なことを言うとそれ何年前の夏じゃんとか、なんだろう、それ今年の夏の思い出ないんですかみたいになっちゃうから、なんか具体的には何々がありましたっていうの何も一つも触れないで遠回しに伝えるみたいなそういうのをやりました。他にも使ってみたい単語はありますか？基本的になんかその本とか読んで、ああこういう言葉あるんだと思ってブログに使おうかなっていうのがいつもの流れですね。確かに日常会話で、ね、日常会話ではなかなか使わないと思う。メロスは象下で始まる、走るメロスかな。メロス激怒、メロス激怒じゃん。使わないね、使わないね。ね、何でもねじ込めちゃん違う、さすがでありがとうございます。難しいよね。頑張ろうと思う。激怒、激怒はなかなか使わないな。そうだから基本的な描写とかないですね。心評、心情とか。よくさこういう風にあるじゃん。単語じゃなく、単語が先じゃなくて意味内容があってそれを単語で表現するようになるといいよ。あ、ありがとうほぼちゃん。確かにそうですね。だからなんか何年前の夏とか具体的な日にちとか何も入れなかったですね。そうすると800字で収まんないなと思ったので、なんか表現できる中で。なんか読めないよね、まとまってないです2枚目はね段落1個もないんですよね。そうそうそう、てか感じです。落ちて機械のメッセージ書くために勉強になります。 ありがとうございます。全然勉強になってないと思うけど、でも文章書いてると使いたい単語とか言い回しとか出てきますよね。それ本当それだと思う。タルちゃん、タルちゃんありがとう。バレたかって来て、バレたよ押しかぶりそうそうだ、ウォーウォーみたいになってるからっていう感じで書いてみました。夏の暑くて体も心も体も溶けそうになるところは好き。これはね、私がよくね、マジ暑くて溶けそうって言うから使ってみた。ちょうどあと2期の歌詞の中からもちょっと来てる。暑いこと、鼓動だったわ。衝動ってなんかないっていう風にちょっとずつ入れてるって感じですね。でもね、とりあえず字がヘロヘロなんです。文章とか長いこと書いてない気がするな。書かないよね、確かに。私は仲間といることに気がついた。みやっちちゃんからアイス来た。アイス大好き。アイスも溶けちゃうよね。あとこれ、ここも求められれば求められるほど気持ちが積み重なる。なんかよくもなんかそういう風にすり減るっていう使い回しとかあると思うんですけど、すり減るっていうよりはなんか重なって最後爆発するっていうイメージだったので、私の中ではね、やっぱ夏ってなんか弾けるじゃん。だから積み重なるってしといた。弾けるって言えばよかったかな。使いことを使いたいことを使ってみた作文ですね。あ、そういう感じでした。とちゃんありがとう。ゆうちゃん、千尋さん、コロナウイルス熱中いいねってきた。いいねって感じですかね。あとはなんかその文章載せてここ何ですかってとこあったら答えに行きます。あ、そうそう、だからあととりあえず夏の思い出ってテーマだったから、これいつ書いたんで、いつの作文ですかって思われないために、あの15歳の夏っていう単語を入れました。そうそう、15歳の夏っていうキーワードを入れたので、そこに注目っていうか、ああそうなんだっていう風に思われたら嬉しいです積み重ねて爆発するジェンガ的な、なんだろう、やっぱすり減っていなくなるっていうよりも、私の場合はいろんなものが重なってバーンってなる派の人だから、そういう風にやりました。日付代わりに15歳の夏、そうそうそう、本当そういう感じです。なんか2020年の夏って言うとなんか寂しくなっちゃうのかなと思って、15歳の夏にしときましたね。夏はステージデビューと年ごとにいろいろ思い出あり、そういろいろ思い出があるから、なんかそう何年の夏に何がありましたとかちょっと難しかったから
めちゃアバウトな作文になってしまった。16歳の夏もうすぐ。そうだね、ちひろさんの歌聞いていると元気になります。ありがとう。15の夜って盗んだバイク走り出す、それね、うちも思ってたの。ちょっと盗んだバイクって思ってたんですけど、まだ盗み出してないです。多分やないです。バーン、ゾウでバーン、ショッバーンって感じ。2020年の宇宙夏そんなかねっていう感じかな、基本的には。これ、まあ、まとめるとですね、まあ、まとめるとちょっと文800字なので、まとめると夏にはこんなことがあったんだなとか思ってもらえれば、私は君のための夏だったんだなって思える気がします。そうですね、今読んでる人に向けて書いてる作文なので、そうですね、じゃあ私が今違う人だと思って感じですかね。これはこの夏、私は違いますね、私は君のための夏だったんだなって思える気がする。君のための夏だったんだなっていう気持ちこれが15歳の夏に感じたことです。まとめると、あーちょっとホワイトボードでまとめましょう。まとめると800字をまとめますそう、すごいまとめるね。じゃあありがとう、次ありがとう、そうたちありがとう。君の夏のためだ、そう、君のための夏、そう、めっちゃ脳が続いちゃってちょっとね、君のためのやつこれですね。なんかはい、こんな感じかな。あ、まとめると、1,2,3,4,5、800字を5文字でまとめると、はい、君のための夏こちらですね。15歳の夏で感じたことは、君のための夏、これですね、きっとこれです。写真撮る写真撮るってなんか自分で撮ってるみたいだけどねそういう感じでしたはい、テストに出そうね。出ないよ多分。1,2,1,2,3,4,5、あ、横にもじゃね、そう、そういう感じです省略された795文字がかわいそうですあの、これを伝えるための795文字なんで、しょうがないっていう感じですかねタイトル、そうですね、まあ、タイトルでもいいかな、まあ、夏の思い出がタイトルなんで、まあ、それは何でもいいでしょうこの時の主人公の心情5文字で答えよう合ってる合ってるそういう感じですねアフガニクイズ王の問題にいたします。あ、ぜひぜひ。やっぱ5だな、やっぱ5だな、ありがとう僕は君のままになれるかな。あ、なってますなってます。だからこの君は誰でもなれるんで、なれますよみんなっていう感じですかね。まあ、まとめるとそういう感じですね。中川千尋の感想としては、うん、あと最近これ言い始めたんですけど、なんか夏の終わりを考えるときは新しい始まりについて考えてみてね。そうですね、なんか終わりを考えるんだったら始まり考えようぜみたいなノリですっていうのかな、っていうのでちょっとまあ載せよう、まあなんか SNS に載せるかなって思います。いやなんで、これがちょっと文が乗るのってすごい恥ずかしいんだね。面白い面白い。そう、ベムちゃんからハートいっぱい来た、ありがとう。ということでお次に参りますか。じゃあちゃんとした夏の思い出を話しますね。今はただのちょっとなんか文読んでる人だったんですけど、ちゃんとした夏の思い出を発表したいと思います。イエイ。結構購入しましたって連絡が来ました、ありがとうございます。ありがとう。1日で
書いたとは思えない、思えなくてよかった。ありがとう。もう1日って言うても多分これ30分ぐらいですね。もうちょっと真剣にやってくれって感じなんですけど。すいません、ちょっとね、あんまり、そう、ごめんね、本当にみんな。ちゃんと用意してるのがちいこちゃんらしくてよきね。あ、ちょっとそうですね、まあお題なのでやります。ブルーレイの夏、あ、そうですね。ちゃんとしないのが夏の思いだと、そう、ちょっとね、曖昧な心情っていうことで。そうそうそう、中川さんはいろいろ大変らしいぜっていう、全然何も大変じゃないんですけどっていう感じですね。夏の思い出はサムギョプサルの食レポでお願いします。え、マジ美味しいしかなかったような配信。え、美味しいです、美味しいですしか言ってなかったですね。ブルーレイを買ったのが自分の夏の思い出ですね。何でも思い出だよ。ということで、中川さんの夏の思い出話します。中川さんは基本的にあれですね、夏は、夏休みはいつもは、まあ皆さんと過ごした夏休み、夏は皆さんが知ってる通りなんですけど、私の夏、いつも夏はタイに行ってましたね。お母さんの誕生日が7月26にあるんですけど、それの時も行ってたよね、確か。7月の終わりから8月の半ばにかけていつも行ってました。2週間から3週間ぐらい行ってたのかな、タイに。いつも。バカンスですね。もう旅行っていうよりも、観光っていうよりも、もう、バカンスって感じかな。六本木アイドルフェスティバルが一番の思い出かな。確かに。ね。ベムちゃんから祭りっていう感じ。ゆっくり旅行行くのよね。いいよね。って感じでいつも行ってたんですけど、まあ、タイに行くのはみんな知ってるかな、してなくてもいいんですけど。で、タイ行ってて。タイの中のちょっと思い出を話そうと思います。いつもね、ラン島っていうタイにあるね、島があるんですよ。パタヤビーチから行ける島があって、そこの島に行くにはいつもね、船に乗んないといけないんですよ。1時間かけてゆっくり行く船か、スピードボートみたいのでバーって20分ぐらいで行けるの、2本があるんですよ。どっちか選べるんですけどね。で、私はいつもね、その早く着きたいから、早く行きたいから、子供だから早く遊びたいから、いつもね、このめっちゃ早いやつに乗ってたんですよ。ランドに向かうためにすごい早いのに乗ってたんですけど、この早いね、船が本当に危険でして、それが大変だったっていうことをちょっと話そうと思います。私はちょっと持ってくるね、物を。そのね、やっぱ海に行くから、あ、今日の服です、今の。やっぱ海に行くから日焼けするじゃないですか。なんで私、家族みんなサングラスかけてて、私もかけたいと思ったので、これですね。これを昔買いました。もうおもちゃのサングラスですね。でこれを買って船に乗ってたんですよ。そうしてたら、船がもうドッタンバッタン揺れるで、もう小さい頃の私は、ちいこちゃんは大泣きですね。まあそんなビービー泣いてるわけじゃない、大変だったと思うんですよね。ということで、それを毎年乗ってて、それ行き帰りがあるんですよ。一回ここパタビーチね、でこれ乱闘だとしたら、ここを往復しないといけないんです。ここの間を、消しゴムからペンの間を往復しないといけないの。パタヤビーチから乱闘に行って、乱闘からビーチにも帰らないといけないから、あ、ビーチにホテルがあるから、こういう風に行かないといけないんだけど、とか、そうですね、1日2回乗るってことはね。だからね、もう本当にね、それが大変で、もうね、海の水が、海水がね、顔に当たるの、ボーンって。でそれで、それが顔にピタッてかかって、え、なんか冷たいんだけどみたいになっちゃって、しかもね、捕まるところもないさ、なんか手すりとかもないんですよ。だからなんか自分でなんか船のヘリみたいなところに捕まって、めっちゃ揺れるみたいな、もうあれは衝撃的でしたね。もはやアトラクションですね。いや本当に命が、ちゃんとライフガードとか着てるんですけど、でも私小さいから、本当に140センチ130センチぐらいの女の子だから、いやマジで飛ばされるかと思った。なんかお父さんがいつもなんかね、
もうチークが飛ばないように抑えててくれてたの。もう体重も多分その時20何キロぐらいしかないから、もうこうやってみんなで抑えててくれたの。もうそれが懐かしい思い出です。バナナボート、あ、バナナボートはその乱闘で乗りました。マジバナナボート並みでしたね。船酔いしなかった。あ、基本的に中川千尋はあの乗り物酔いしない人で、新幹線、車、電車とか船酔いもですね、飛行機とか基本的に全部酔わないです。全然車とかでも、あの新幹線で全然文字打てる人だし、全然めっちゃ元気な人。でもうちのいとこがね、ちょっと1時間のコースで行ったことがあるんだけど、あれはもう逆にお尻が痛くなっちゃってちょっと大変だったの、懐かしいです。うん、乗り物酔いしないのいいな。ああ、いいね、いいよね。船酔いしないのは尊敬する。え、ありがとう、羨ましい。え、ありがとう。車とバスは酔う。ああ、そっか、うち一回も酔ったことないんだよね、人生で。なんか心が強いのか分かんないけど、家族の人があんま酔わないからかな。お姉ちゃんもお父さんママも誰も酔わないから、新幹線それ酔うときやる。大変だ。じゃあ酔い止めとかやらないとダメだね。確かにバスとかあるよね。小学校の遠足の時とかさ、私本当にさ何でも OK な人だから、みんなに席譲ってたもん。あ、いいよ、私全然読まないからとか言ってやってた。え、船以外なら大丈夫かな。あ、意外と飛行機も結構来ちゃう人いるよね。飛行機、飛行機はあれあれだよね。あ、飛行機か。私も飛行機一回、あら、すごい体調悪かったのかって感じですかね。大体寝てしまうから良い暇がない。同じです。中川さんはね、どこでも寝れるんですよ。なんで大丈夫。千代子ちゃんバスツアー向きだね。確かに何してても元気な人かも。割と心はその代わりないんですけど、俺も何も言わない。なんだろうね、心鍛えます。わかんない、心の問題じゃないかもしれない。これは本当に体質的なところあるから気をつけてほしいと思う。あとあれかな、夏の思い出といえば、私そのタイで初めてマッサージをしたことがあるの。マッサージに初めて行ったことがある。初めてのマッサージはタイで経験しました。タイはね、タイ古式マッサージって言ってて、めっちゃツボをやる、めっちゃ痛いのがあるのよ。それは足にもやるフットマッサージとかがあるんですけど、私はまだその全身とかやったらちょっと危ないっていうか、そのそんな全身やるほど君疲れてないでしょっていう人だったので、家族から君フットだけでいいよって言われたのでフット行きました。その時は、ま、若いもんね。そう、何歳で質問出るんですか。小5ぐらいだから12チャイとか11チャイとかじゃない。それがもう痛いことで、でね、一回台湾、アフガニキで台湾に行った時もね、足やってもらったんですけど、あの時はもうあの時すごい気持ちよくて、一人だけめっちゃスースー寝てたんですけど。そうそうそう、あ、すごいよね本当に。タイでマッサージ受けたらプロレスの技かけられてる気分だった。わかる。あとさ、なんかさ、首コキってやるやつとかあるじゃん、あのこの辺ゴキってやるやつ、あ、じゃあ本当になんか骨取れてたかと思った一回。あと初めてサングラス買ったのもタイですね。本当、え、これは本当に小学2年生ぐらいに買ったんですけど、いまだに入るっていう。サイズ変わってないんですかっていう問題が今起きてます。全然つけれるんですよねこれ。ちいこちゃん成長したな。成長したのか分かんないですけど、そう、足つぼだけはめっちゃ痛かった。確かに。で、夏はいろんなものを経験するというか、なんか社会勉強みたいなイメージが中川的には強いですね。中川さん地味に本当は作文書くの得意なんですよね。小学生の時はね、よくなんかやってたんですけど、最近はちょっと才能がなくなってきたんでしょうかっていう感じですね。海外武者旅行的な、あ、タイ旅行。私はあの人間力アップアップ会っていつも呼んでましたね。いや、マジ人間力が上がります。これはね、意外とありましたね。私ね、タイの他にカンボジアに行ったことがあるんですよ。カンボジアは本当に大変だったの。アンコールワット見たことあるんだけど、大変だったよっていうのがある。それはまたいつか話そうかな。え、カンボジア旅行はね、もうこれだけで2時間ぐらい喋れるぐらいの量があるから、ちょっと違う時に回しますね。48分。あ、やっぱりちょっと来てるね。俺もアップアップしたい、したいしたい。人間力アップアップ会か。そう、ほんとそういう感じ。人間力アップアップ会で本当に
すごいいろんなものを見る。カンボジア旅行について必ず回もお願いします。え、ぜひ開催します。ちょっとこれは本当に開催したい。中川千尋カンボジア旅行を語る。え、そうね、だんだん年をね重ねるごとにね、その体勢重ねてもないんですけど、やっぱりね、なんかその時は分からなかったことが今分かるっていうところが結構あるから、カンボジア旅行を5文字でお願いします。じゃあ3文字でまとめれました。いきます。熱中症、この3文字ですね。カンボジアはお題出してもらう人に事前にお願いしとこう確かにカンボジア料理店に行ったことない。いや、カンボジアは絶対行った方がいい。あの遺跡がすごい、本当に遺跡、至る所に遺跡があるから、そう、本当にすごかったよ次の人のお題は漢字カンボジア旅行についてね、見て行ったことないけどすごい。え、なんか仏教巡りとか仏教遺跡巡りとか、普通になんか遺跡巡り好きな方は絶対カンボジアには行った方がいいと思う。本当にそんぐらい感動する。やっぱ世界遺産の時あるっていうのもあるし、本当にもう感動のレベルが違う。日本の世界遺産とはなんか比べてはいけないっていう、もともと比べるものじゃないと思うんだけどって思いました、本当にっていう感じですかね。ということで、中川さんは夏はいろんなことを経験していた、実は経験していたみたいなことをまあ今日の、まあ今日はね、言ったらね、思い出してね、ちーこちゃん夏の世界出てカンボジア行ってほしい。やばい、もう嫌な思い出し、嫌な思い出っていうか、いい思い出もいっぱいあるんだけど、いろんな思い出があるよカンボジアにはいいですね。まあタイもいっぱい行ってるんだけどね、懐かしい。やっぱいいことはたくさんあるんですよ。すごい氷が溶けてきた今ちょっと氷で冷やしてんだよ。最近氷のスタンドを自分でってか作ってやってるんですけど、まあまあまあ、まあ、いいことですね。ということで、じゃあ次の方にお題を出したいと思います。お次は佐々木ほのかさんです。もうお題ちゃんと考えてきました私。なんかこれはなんか天然な子あるあるだと思うんですけど、最近気づいたことを教えてください。なんかさ、たまにさ、電子レンジ、あの卵を電子レンジに入れてはいけないっていうの知らない子とかいるじゃん。なんか最近知りましたみたいな、なんかそういう初知りなこと、最近知りました、実はこれ最近知りましたみたいなことがあったらちょっと教えてほしいです。ぜひ、どんなとんでもない情報が来るのか楽しみです。カンボジア旅行についてじゃないのか確かに聞きたいですね。結構ありそうね。ほうちゃん覚えてるかしら。あ、まずそこのレベルかないい切り口ね、楽しみ。え、楽しみだよね。なんか地味にやるじゃんこれ、初めて。なんかこれ本当、私だけなんですかねみたいな私だけ知らなかったのかなみたいな。え、気になるよね。地味に私もそういうのすごい気になる人だから、え、そうなんだほうちゃんっていうのちょっと私も知りたいので、よかったら佐々木ほのかさん教えてください。最近知ったことを教えてどういうことをしたのかちょっと気になるんですけど、よかったらみんな。なるほどだよ。え、ちょっと小声なんですけど、中川さんのリレー配信はあれですね、来週の水曜日らしいです。はい、何も聞いてないです。具体例を教えないっていうとできなそうだよ。マジ そんなダメかな。具体例はじゃあ卵がどうのこうのってやつにしとくわ。うん、確かに面白いね。お願いしますちーこちゃん例題お願いします。中川さんの例題ですか。あー、これか。でもこれ言えない、まだ言わない方がいい。最近知ったこと、毎日知ってるよねいろいろ。あれですね、夜型の人は朝型に戻すと体調を崩すので戻してはいけないらしいです。こんばんちーこざす、はなじちゃん、やっほー。賢くなった的なやつかな。あ、それ聞こえてしまう、聞こえてないです。そうっていう感じです。体内時計狂ってるだけや。そう、なんからしい、なんかどっかの研究者がなんか言ってた気がするらしいよ。夜型の人はなるって。でも大体まあ DNA で決まるんですけど、私は割と夜型の人ですね。夜の2時ぐらいまで全然起きてないです。
マジで昼型に戻せないやん。戻せないらしいよ。うん、っていうの聞いた。うちのね家族が割と夜型。あ、お母さんとお姉ちゃんだけ昼かな。よく聞こえなかったけどチョコモナカ買っておきます。あ、チョコモナカ買って。みんな水曜日はチョコモナカの日だからね。私も夜型だから朝いつも辛いね。辛いよね。大丈夫大丈夫っていう気持ちで。ということで、あとで、じゃあ本日のショールームはこんな感じかな。チラチラとちいこちゃんの、まあ、作文は後でじゃあ公開します。みんな見てね。あ、じゃあファンルームで公開しよっか。どう思いますか。いいかな。じゃあ後でこのショールームのファンルームで発表するので、みんなフォローしてください。アイスの実にしてしまった。え、これも小声なんですけど、最近アイスの実うちはパルム、あ、そっか、スーパーガンプでごめんなさい。そう、ファンルームで公開するので、フォローしてないよって方はフォローしてください。なんかどうしてもフォローできないよ、ファンルームどうしても見れないっていう方は、あの見た方にこっそり教えてもらってください。ちょっとちいこちゃんのあれ見たい、誰か教えてくれないかなみたいな感じで支えてくれれば誰かが行くと思います。よろしくお願いします。中川本人からはツイッターインスタグラムには出すかな。ツイッターには多分残さないので、インスタグラムだと24時間で消えちゃうからファンルームで載せるので、よかったらね教えてくれたらいいなって思います。ファンルーム見てねーってことで、以上。フォロー機能は知らなかった、今フォローしました。ありがとうゆうくん。そう、フォロー、そうそう、写真撮ったら送ってください。あ、そう、写真撮ったらやりますね。30分ほどでこの作文はさすがでした。みんなしょうがないっていう感じで、今日はこの辺で終わろうと思います。え、みんな本当は今日見てくれてありがとう。大好き大好きが軽いよ本当に。っていう感じで、あ、ランキング読みますね。3位、すみちゃん。すみちゃんありがとう。やっほーちゃん。2位、佐藤ちゃん。佐藤ちゃんありがとう。お疲れ様でした。ありがとう、お疲れ様です佐藤ちゃん。うん、佐藤のご飯。本日はいつも一つありがとう。ハートいっぱい受け取りましたよ、ありがとう。やっほーちゃん、やっほーちゃんっていう感じで。新一って違うのかな、なんか新一はいつも一つめっちゃ見てるよっていう感じで、本日の配信は終わると思います。ありがとう、ありがとうっていう感じで終わると思います。みんな盛り上げてくれてありがとうということで、以上、中川千尋でした。なんか分かんないこととかあったらちょっといろいろ質問してね。バイチャモー。ピースピース。イエッ。